今年20歳になったんですけれども、去年の19歳の時に撮影した写真集で10代最後 の私がもうギュッと詰まってる写真集になっているんですけど、本当にもともと写真が好きっていうこともあって、いろんな要望だったりとかやりたいことを全部叶えてくれた、そんな写真集になっているので、ぜひファンの方もそれ以外の方にもたくさん見ていただきたいなって思っています。左ページの寄りの写真なんですけど、これ多分すごくなんかカメラというか、なんかレンズの奥の方、ファンの人と目が合ってる感じがするかなって自分で思ったので、今回入れさせていただいたお気に入りのカットでございます。旅の途中で北海道も今回お寿司食べてるショットとかも入ってるんですけど、他にも和歌山の美味しいお刺身とかもお寿司もいただいたので、いや今回はかなりお寿司を食べたなぁと感じてます。その写真集のお話をいただいた時に、私も写真集イコール体を絞るだと思っていたので、筋トレを家でやってたんですけど、鍛えることだけが必ず自分をよく見せることではないのかなとちょっと思って、もう美味しいものをたくさん食べて、特に制限などはせずに、好きなものを好きなだけ好きな時間に食べましたね。写真集の点数は無料対数でお願いします。もうちょっとこれ以上ないのですいません。もしセカンド写真集とかになった時ハードル上がりませんか？確かに考えてなかったですね。確かに、ちょっと日本語で無料対数より上の数字をちょっと探してこようと思います。はい。